はい、今回はですね、まあ、待望の絆覚醒かなとは思いますけどね、あの、火のね、ジャスティスマンですね。まあ、冷徹鋭利な裁きを、ジャスティスマン。で、アビリティが、氷ロープ耐性、落雷耐性、スタン回避特の正義超人キラー中、悪魔超人キラー中の悪魔6式キラー中ですね。で、あの、まあ、絆覚醒前はですね、あの、炎ロープ耐性が入っていたんですけど、まあ、ガラリと入れ替わった感じですね。見切りもなくなってますもんね。で、必殺技がジャッジメントアバランチャーで、まあ、これはね、範囲攻撃ですね。あの、巻き込んでいくって感じです。で、U字アタックは、これもね、あの、衝撃波で、まあ、これからお見せしていきますけど、あの、これも範囲、攻撃。多数に当てれることができるって感じです。で、共に追加効果はないんですけどね、ちょっと使ってみた感じ、結構まあ、なんていうのかな、決して弱くはないかなと思います。もう、あとキラー3つ持ってるんで、まあガンガン攻撃でね、あの、アタッカーで、直殴りから友情からで、削っていくっていう、そんなタイプのキャラなんじゃないかなと思いますけどね。でね、これいけるかな？どっち行くかな？これ今ちょっと、今もまあそこそこ削ってきましたけどね、ちょっと先もほどでもね、プレイしたんですけど、結構このね、プラネットマンをね、かなり持ってったんですよね、ヒットポイントをね。まあ、結構強いっすよね。やっぱ木だしね。悪魔ロッピシだし。まあ、かなり、属性的には有利なんでね。で、まあ、いよいよね、まあ、オリジンの始祖たちですよね。彼らが次々と、まあね、ペースは早くないんですけどね。ちょこちょこと絆覚醒してるんですけれども、まあ、すでにミラージュマンとシングマンがしてるのかな。で、あとしてないのといえば、やっぱこれ皆さんももう待望してるのかなと思うんですけど、やはり悪魔将軍ですよね。悪魔将軍が、してないんで、よいしょ。うん、まあいいでしょ。で、あとは、まあ、サイコマンも、ごめんなさい。基本的にね、僕サイコマン持ってるんでね、サイコマンの絆覚醒もちょっと待ってるんですけどね。まあ、今となってはちょっとね、サイコマンかなり使えるんですけどね、ちょっと地味な感じになっちゃったかな。あと、まあ、ちょっとね、まだなるとしたら随分先かとは思うんですが、シルバーマン、今もガンガン強いですもんね。強いんでね、絆覚醒するんだとしたら、まだ先の方になるかなと思うんですけど、そのあたりもちょっと期待はしてみたいかなとは思いますね。相変わらずね、必殺技がなかなかね、溜まってないんでね。まあ、ちなみにね、このね、ジャスティスマンで、ちょうど僕がね、マッスルショットをね、やり始めたとき、まあ、おすすめてくれたやつに教えてもらったんですけど、その頃ちょうどね、新金と今言ったね、シルバーマンがめっちゃ強いって時ですよね。で、まあ、それに匹敵するぐらいね、使えるよみたいな感じで進められたのが、まあ、絆覚醒前のこのジャスティスマンですよね。で、結構今もね、絆覚醒前もね、結構僕は使ってたり、自分持ってないんですけどね、持ってないんですけど、まあ、結構フレンドとかね、助っ人とかで使わせてもらってますね。なんでまあ、今回もね、今どうなんでしょうね。ガチ適正みたいなクエストあるかちょっとわかんないんですけど、これからやっぱ活躍するんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、現にキラー3つ持ってますからね。コロシアムとかでもなんか強そうなイメージはありますけどね。あら、そうか、今一気に消し飛んだな。
うん、また溜まってないパターンだね。どうするかな。ただ、ここはどうだ？ちょっと、ま、ここはあまり。本当はね、本当はね、巻き込むところをお見せしたいんですけどね。これ一発ぐらい食らっても大丈夫だったからさ、この、ジャスティスマン自体がね、強いんですよね。まあそのためのビビンバなんですけどね。うん。ね、ジャスティスマンに関してちょっとね、お話ししていこうと思うんですけどね。まだやっぱりね、その、オリジン編初登場っていうことでね、登場回数自体はそんなに多くはないんですけど、それでもやっぱりね、今やってるね、新編でもね、再登場を果たしてるんでね、ちょっとこれからのね、活躍にね、期待したいところでは、ありますね。どうしようかな。ちなみにやっぱりこのね、ジャスティスマンのフォルム自体に結構なんていうのかな、ファンはある意味衝撃を受けたと思うんですけど、まあやっぱ最、このジャスティスマンっていうのは要は悪魔6次編で出てきてたね、裁きの神の正体ですよね。なんでまあ最初シルエットにね、隠されてる状態だったんですけど、その時は弁髪みたいなものつけてたんでね、ラーメンマンに近いフォルムになるんじゃないかみたいなね、もしくはなんかラーメンマンと関係あるやつが出てくるんじゃないかみたいなことを期待してたと、してたところはあると思うんですけどね。蓋を開けてみれば、まあマスクにそのね、弁髪っぽい鎖がついてたんですけど、あとはもう全然違うね、脳みそむき出しのね、かなり奇抜なスタイルで登場したって感じですよね。まあ、これはなんか、わけがあるらしくて、当初はやっぱり、あれかな、モンゴルマンに近いスタイルだったのかもしれないんですけど、やっぱりその、ラーメンマンの人気にあやかるのはちょっと、そのゆで卵先生が嫌がったみたいな、そういう話が、なんかインターネットで調べたらあるらしくて、あえてもう全然関係ないようなね、スタイルになっちゃったみたいなことは言ってましたよね。例のごとく、まあ、敵は、ウォルルマしか残ってないですね。はい。まあ、いいでしょう。そこで、まあ、単体の時の必殺技。まあ、キラーが効かないんでね、このゴールドマン、どうだったかな。悪魔超人ではなかった気は。悪魔超人でしたっけね、ちょっと。確か違ってたような気がするな。ちなみに攻略武器だとなんか25万出してましたね。そのターゲットになった敵に対して。これターゲット式なんですよね。で、今から撃ちますね。まあ単体の場合ですね。まあこういう感じですね。メーターなんですよね。危ない。うん。まあ、普通だと10万ですけど、これ巻き込んできますからね。で、まあ、追加効果はないんですけれども、やっぱキラーとかが入るとさらに、アップするという風になると思います。まあ、どんどんと終わらせましょう。まあ、そんな感じでね。多分これからどんどん活躍の場が広がるんじゃないかな、みたいなね。予想はしてるんですけどね。何よりもね、イラストがね、かっこいいんですよね。なんでね、まあちょっとね、期待したいところですね。正直欲しいです。僕持ってないんでね、このジャスティスマン。ちょっとね、今後のガチャで当てれるといいかな、と思っています。ということで、では。